セバスチャン・スタンは、ルーマニア生まれのアメリカ合衆国の俳優。1982年、ルーマニアのコンスタンツァで生まれた。8歳の時、母親はウィーンに移り、ピアニストとして雇われる。4年後、スタンが12歳の時、母親がアメリカ人と再婚するのに伴い、私立学校の校長を務める岐阜のいる、ニューヨーク州ロックランド郡に移住する。 ロックランド軍立学校に通っている間に、スタンは、メアリー・チェイスの儀曲、ハービー・エドモン・ロスタンの儀曲、シラノ・ド・ベル・ジュラック、ミュージカル、リトル・ショップ・オブ・ホラーズ・オーバー・ヒア、ウエスト・サイド・物語などに出演していた。また、ロバート・ダウニー・ジュニアや、ナタリー・ポートマンらが参加していた、俳優養成キャンプのステージドア、マナー・サマーキャンプに参加。 この際多くの作品に出演したことが本格的に俳優を目指すきっかけになった。この後、舞台芸術のプログラムを大学で受講するためいくつか応募したところ、ラトガーズ大学のメイソングロス芸術学部に入学を認められ受講している。この入学が契機となって1年間、イギリス、ロンドンのグローブ座で演技を学ぶことになった。キャプテンアメリカシリーズの映画、キャプテンアメリカ。 ザ・ファースト・アベンジャーと、キャプテン・アメリカ、ウィンター・ソルジャーのヒーロー、バッキー・バーンズ、ウィンター・ソルジャーを演じたことで知られる。その他、ABC のファンタジードラマ、ワンス・アポン・アタイムで、ジェファーソン、マッド・ハッター役、キングスで、王子・ジャック・ベンジャミン役、ゴシップ・ガールで、カーター・ベイゼン役を演じている。2015年、トロント国際映画祭でのスタン2012年には、 USA ネットワークで放送されたシガニー・ウィーバー主演の6話完結のミニシリーズドラマポリティカル・アニマルズにも出演している。このドラマの出演によりアメリカ国内で選ばれる批評家たちが選ぶテレビ賞でミニシリーズの最優秀女演男優勝に推薦されている。ゴシップガールで共演したレートン・ミースターと交際していたが2010年4月頃破局。 2012年からは、Once Upon a Time で共演したジェニファー・モリソンと交際していたが、約1年の交際期間の後、破局した。ありがとうございます。